10月11日金曜日の全国のお天気をお伝えします。台風19号、明日朝には温帯低気圧となり北上していく見込みです。日本からの距離は遠いですが、道東でしたり東北北部太平洋側では雨の可能性があります。外出の際は折りたたみ傘など雨具が必要となりそうです。また金沢に雨アイコン、北陸では天気急変の恐れがあります。ざっと雨が降る恐れもありますので、空模様の変化に注意して、外出の際は折りたたみ傘など雨具があると安心です。その他のエリアは日差しが届き、天気大きく崩れる心配はありません。特に東日本から西日本は予想最高気温25度前後と過ごしやすい体感となりそうです。少し日差しが西日本では暑く感じられるタイミングもありそうです。服装でうまく調節してください。北日本は1日の寒暖差大きくなるので体調管理に注意が必要です。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認ください。